山本博は日本のアーチェリー選手、医学者。学位は医学博士。日本体育大学スポーツマネジメント学部、教授。東京都体育協会、会長。東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会顧問。所属事務所はピークス。神奈川県横浜市ほどが谷出身。横浜高等学校3年時に同志社大学を受験するも、 不合格、将来は教員志望ということもあり、一浪して体育教員要請では定評もあってアーチェリー部のある日本体育大学体育学部社会体育学科に合格した。日本体育大学体育学部社会体育学科卒。大宮海星高等学校保健体育科教諭。日本体育大学女子短期大学部助教授を経て2013年より、 日本体育大学体育学部社会体育学科教授。2015年3月に弘前大学大学院医学研究科博士、家庭修了。学位は博士。指導者として大宮海成高校時代にインターハイで全国制覇、母校日体大では同志社大学に決勝戦で勝利し、インカレで日本一に導いている。 ロサンゼルスオリンピックアーチェリー男子個人同メダリスト、アテネオリンピック銀メダリスト、通称、山本先生、中年の星。最初の銅メダルから20年を経て41歳で一つ、ランクアップした銀メダルを獲得したことが注目され、中年の星と呼ばれた。山本は、これから20年かけて金を目指しますと公言している。ありがとうございます。